いきます、いきます。最初はグー、チョキ、フー。うわ、くそ！じゃんけんに勝つ方法でね、お前もね、やってみたんだけど、ちょっと引っかかんなかったな。え？ということで、今回は、こちら、輝いてます、ウノ。ウノ2本目の動画になります。まあ、前の動画でも言ったんですけど、とりあえず今日はウノの日ということで、晴天おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、このウノなんですけど、ちょっとね、もう一回こちらの動画でも紹介、まあ、簡単にね、紹介していきたいと思います。そうですね。新カードが入ったんですよ。はい。皆さん知ってました？リニューアルしてから、1周年がね、経とうとしてます。懐かしいよ、ウノ。いや、懐かしい。で、1枚取り替えコワイルド、ね、あ、取り替えコワイルドかっていうカードね、1枚だけ入ってるんですよね。これだ、必殺技ですよ、必殺技。ちょっと見せてあげて。来た？来ました。見たことないでしょ、みんな。俺も初めて見た、これはね、これは初めて。はい。で、白いワイルドカードっていうのが3枚、真っ白なんで、もう自分で好きなね、はい、ルールというか、まあ、なんか書けるわけなんですけど、俺らは3つ、はい、まず1個目、はい、手札公開、はい、そして、2つ目がですね、はい、こちら全プレイヤーの手札を混ぜて、まあ、同じ枚数分配ると。そして3枚目が、試合終了まで女声を喋らなきゃいけないという、この3つのねカードを作りましたんで、ちょっと樹海さんと2人でガチバトルやっていきましょう、はい、いや2人でUNOってやったことない。いや俺もそうなんだよ、2人でUNOってやったことないけど、2人でもUNOって全然できるらしいんです。これは新感覚のです、ね、どんな感じになるか分かんないから、分かんない。順番を決めなきゃいけない。おう、数字大きい方ね。ドン。これは0です。これ0だよね。いくぜ。はい。もう一回ドン。やばい、まあ、重なってるぞ、重なってるぞ。いけ。じゃあ負けたら、勝った人のお題に対してむちゃくちゃキーワード一発芸みたいなね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いや、もう一発芸とか動画でやるのは初めてだからね。いや、ほんとだよ、一番苦手なジャンルだわ。とりあえずやりますか。やりましょう。いいね、バトル感出てる。バトル感出てるよ。いや、一発芸、いや、キーワードと考えとかいいのむちゃぶり。やばいな、マジで。いや、やるからにはマジで無茶ぶりしたい。そうそうそう、無茶ぶりね。で、やる方も本気でしょ、もちろん。いや、もちろんやる方も本気。しかも BGM とか何もつけないから。やべえ、爆死じゃねえか、これ。そのまま落とすから、ね、なるほど。いやいや、見せますよ。で、俺からか。あ、ってことは、まず1枚。はい。はい。おー、緑からってこと、ね、緑からね。あ、よ、はい。よ、まあ、ちょっと。はい、赤。確かに。うえーい、青。はい、ダブ八の黄色ですよ。ダブ八の黄色ですか。ないし、パス。ないしってなんだ。パス、パス。それはなんだ。みんな、行くぜ。いやいやいや。おい、なんだそれ。試合終了まで女声で喋らなくてはいけない。それ一番嫌なんだけど。それでは行きたいと思います。ちょっと待って。え、何色？赤。まあ、意味ないけど、リパス。これ嫌だね、本当に。これ結構辛いわ。編集で早送りしよう。女声かも。いいね、いいね。いいね。音も出た。はい、ということで一発芸ちょっと、まあ、させていただきますよ。お願いします。まあ、無茶振り来ると思うんですが、まあ、その前にね、
ちょっとここでお知らせがあるんです。まあもう一本の動画と一緒なんですが、まあ、1月11日に、ちなんで、まあ、111のキャンペーンやってますんで、ね、はい、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。よろしくお願いします。確か1万円がかなり当たるという雪地が舞うんで、はい、太っ腹ですね。太っ腹よ、太っ腹、太っ腹、応募しましょう。応募しますか。応募しましょう、はい、当たったら皆さん、当たったらね、皆さんにプレゼント企画しますんで、まあ、皆さんもぜひ当ててみてください。もしかしたら本当当たる確率は多いからということで、じゃあラストは私樹海かっこ仮からの無茶ぶりキーワードに一発芸させていただきます。もう決めました。それではどうぞ。じゃあこちらで一発芸お願いします。キーワードってそういうことですか。